誰に言われたわけじゃない好きで選んだ道ならば糸が私の宝ならいつも苦労を友として誠一筋この道を行く恥ずかしいです。果実、さださんの、ピエロのソネットを歌ったら、それに対して、次は、美空ひばりさんのね、人生一郎っていうリクエストをいただきまして。歌うま女王の美空ひばりとか思ってまあでも生真面目な私は、人生一郎何度も聞いて、覚えようとしたんですけれどもいろいろそうこうするうちにこの道を行くという知らなかった歌に巡り合いましてああ私はこっち歌いたいかなとか思ってもう本当におだてられて豚さんの私は木に登ってしまいまして先ほどのように下手な歌をもう美空ひばり何度も何度も聞いてたらね実は5回目に撮った動画なんですけれども、まあ、そういうわけでねちょっと歌詞を変えたりなんかして歌ってみましたということでですね今映してるのはこれケリのおばちゃんの仕事が終わりましてねかねてからずっと気になってて撮影スタジオのね向こう奥の押し入れに2列になって入ってたりしたもんですからとにかく出し入れが狭いスペースで大変だったのででこの洋服ダンスですねこの広い洋服ダンスこの中実はおしゃれな父がね長年仕事でもう毎年のように季節ごとにオーダーメイドするようなおしゃれな人だったんですけれどもだからぎっしりこの中に仕立てのいい背広が入ってたんですがまあ本当に奇跡的にね自宅に帰れたとしてもまあ背広を着てどこかに出かけるっていうことはもうないだろうということで、まあ、母の了解を得て父の背広の方を押し入れに大切に移しましてでこちらを幹の収納場所に開けることができましたそれでねこれが以前もご紹介しましたけれどもこのマグネットでねこうやって、型番を書いてしてありますけれどもこの上の列がこの洋服ダンスの奥ですで2列目が手前側そしてこの2台はこれは押し入れ改造編み木ブースの方に今設置してデザイナーニットで使ってる、SK8606.5 ミリピッチのシルバーの電子編み木そしてこちらはですね
この次に出番を待ってます、二代一遍にねサビ取りをしたんですけど、サビ取りだけはひどいサビだったんですが、サビ取りだけは終わってまして、まだ編んでみていない SK801 ですね。横に置く紙のようなパンチカードを横に置いて針を出して編むっていうタイプだから、八つボタンくん、ボタンくんたちの次のお兄さんにあたる SK801 ですね。これが、次の動画の出番を待ってます。そしてこちらはどちらもどれもね小ぶりというか小さいので、押し入れの左側の比較的取りやすい位置に置いてあるポニットくん、ミニアモちゃん、これ LK100 のちっちゃい私のかわいいアミムメモちゃんですね。それからルクレ、これはもうこのマグネットラベルが足りませんでしたのでこういうふうに書きました。であとこのブラザーの、ルーパルのナナちゃんと浜中ニードルはリブキゴマ編み機と一緒にこの上に乗ってます。この洋服ダンスの二竿の上に乗ってます。まあいろんな機材も乗ってますけれども、まあこんな感じでね、基本まあここから減っていくのかなとは思うんですけれども、これ以外の編み機はもう出番アート、出品を待って、この洋服ダンスにかぶらないように右端の方に寄せて立ててあるんですけれども、でこれよいしょ、こんな感じです。この奥に1列、手前に2列っていう感じですね。でこれ簡単セブンです。 SK700 ね、この赤い色が綺麗で、でこの子はSK280 とかと違ってカードレーダーですねが内蔵されてるパンチカード機ですけど、これしばらく前にゲットしました。それからこれが八つボタンですけど、まあ八つボタンの中では多分一番新しい機種になるんですかね、 KH120、 これもまだ全く触ってません。でこのコロナ CH7、 これも全く触ってません。この子はなんていうのかな、編み方のいろいろな、どう言ったらいいんだろう、まあまたいずれやります。でこれもまた面白いんですよ、ブラザーのね、重機のねワンタッチオートっていうんですけど、何本おきに針を出すっていうのをねできるボタンがあって、まあこれも楽しみにしてる一台です。それからこちら、おお、あらこれ開けなきゃ開かないんだ。でこちらですね、これ一つにだけこうついてたね、何枚かついてた編み機のカバーをかぶせてありますけれども、これは SK840 4.5 ミリピッチの電子編み機、そして重機のハイメモリー、これは未使用のものを入手したんですが、これはまだ触ってません。それからこれはカバーですね、今押し入れ改造編み機ブースの方に出してある SK860 のカバーケースです。でこれトピカル3、それからパリエ8ちゃんで、まあこの奥はまあだいたいこっちの右半分はかなり主役格のパリエ9もありますね、トピカル9。このパリエ9が小田原ミシンサービスさんで整備していただいたやつです。で大好きなこのトピカル9をね、ダイアナ先生がいつもベーシックビギナーズコースみたいなので使っておられたんで、これが欲しくて整備を覚えたというこの大切な一台です。それから
SK890、 これはねシルバーリードサービスさんから整備済みの、修理職人さんが整備してくださったものを入手しました。 9.9 ミリピッチの電車幹、そしてこれは唯一私が新品で購入した SK2804.5mm のシルバーリードの、今も新品で売ってますね。 Amazon で買いました。一番高かったかなこの子が。まあ 4.5 ミリピッチのパンチカード機です。こんな感じでね、まだ2台ぐらいは詰めれば入るんですけど、こういう感じで網木さんのラチが開きました。でこうやってね、どうしようかな、この子たちのためにこのラベルの、マグネットラベルの S 買おうかな、かわいそうですもんね。でこれこういう風にしとくとね、こう動かした時にこうペタンペタンと付け替えができるのでね、便利だなぁと思ってるわけです。こういう感じで、今のところキープしようと思ってる網木ちゃんたちの、居場所がすっきりと、できました。はい、こういう感じで、やっぱマグネットラベル買ってポニットくんとかミニアモちゃんとかナナちゃん、浜中ニードルね、これハテナってついてるでしょ、これ意味深ですね、このハテナ。はい、そういうわけでちょっとオープニングがなんちゃってやっちゃったみたいな感じですけれども、まあ網木の整理をしましたということでご紹介でした。以上です。